ワクワクさん、今回も次の日やっていくんだってさ。でね、今回はね、なんか心臓肺とか手に入れて持っていかないといけないらしいんだ。それがね、あのロッカーにあるらしいんだ。これまで開いてないロッカーがたくさんあったから、多分そこに入ってるんだろうね。いや、せつなけいすけです。なんでゴロリで入ったんか知らんけど、コメントであったけどさ、ゴロリの部分面白かったって、だから調子乗ってゴロリで入った。それだけかもしれん、記録に。ね、開いてなかったろ、いきなり出てきた。あー、何今の、ひっ。いや、壁にぶつかって、その反動で後ろに寄っただけみたいに見えたけど、なんかあったの？え、今の音、なんだろう。あ、ここまで近寄ったら音聞こえたけんさ、ひーってとっさに後ろ下がったみたいな感じか。いや、そんなんで驚く子じゃないだろ、君は。3時下がってないだろ多分。まずほら、3時下がってない。侵食度1ってある。どういうこと？侵食度 1。でも3時は下がってないんだ。侵食されたのはお守りであって、かなちゃんではないやな。なるほどね。かなちゃん、侵食、対侵食度っていうのがある。多分。もう耐性があるんだ。セーブしたい。いや、でもさっきセーブしたけんいいか。何が出てくる？たけしは？え？なんでバケツ入ってるの？バケツが入ってる。もう、不自然。あれ？何？中に何か入ってるみたい。これって、プラスチックのパーツ？これ持っていこう。バケツごと！そして後ろになんか映ってるね。君、見逃さないよ。見てるね、こっち。こんなに注目されるべき人間かな、私は。スルーだったよ。カナちゃん、あ、顔があるぐらいの感じで終わらせたな、これ、絶対。サンチ長いな。でも、この水の色って何か嫌な感じがする。そうで？俺、その普通の水に見えたけど、どうか捨てられないかな？じゃあなんでバケツごと持っていきよんだ。中の取り出してんでいいだろう。中で取り出したら。何か入っている？見たらわかるんじゃん。プラスチックっぽい何か。これは完全にあれだ。心臓か肺のどっちか。人体模型のパーツやけん、プラスチックでもう通るでしょ。そりゃあここでさ、本物の心臓とか肺とか持ってこられたらさ、それバケツいるわ。手で掴みたくないもん。水ね。でも理科室とかだったらさ、水とか使うけん、蛇口ぐらいあるはずだけん。ほら、あった、これ。あー、行き過ぎた、こっちか。そうそう、ここ。ここで水を捨てられそう。リアルだな、これ。映画すごいリアル。確かにこんな感じやもん。捨てよう。中身は捨てるなよ。中身が何か知らんけど。まあ、パーツだろうけど。はいだー！すげーリアル！気持ち悪い！だって、バイオハザードにこんなのお味噌したやつおるもん。これって、はい？人体模型のパーツかな。持っていこう。よく手で触れるな、それ。本物じゃないにしてもよく触れるね。あと残った感じ、水の残った感じが青い目になってね、青い目みたいになってるってちょっと気持ち悪いな、本当に。確かに色合いが気持ち悪い。もうちょい澄んだ色であってほしかった。よし、じゃあとりあえず1個だけつけるってことはできるんかな。ああ、2個とも集めろってか。わかりましたよ。他のとこ行きますわ。開いてなかったところ歩けんな、まだ確か。一つはあった。なかったら困る。なかったら困るけどさ。心臓か。吐いてこんなやつ、出た！でも、目の前でした。残念。出てくるタイミングが悪かった。バカめ。出待ちの場所を考えなさい。出待ちの場所を。戻れってことか。前の教室に戻れってことにある。どっちだっけ？こっちかな？うん、こっちが確かカーテンのところだ。いや、こう来たんやな、俺。こう来たっけ、戻ることになるんだ。じゃあ、こっちか？こっちだったっけ？うん。4組や。多分4組の方に開いてない。てか、あかんかったろ。え？え？動かんかった。今は動かんかったけど、何？え？って。何を見たの？窓の方から聞こえた。何がだ？横？横？俺には変化が分かりませんでしたけどね。あーおー、あなた、この前の付きまとってくるやつ。そんな使い今、早く行こう。
いや、怖いシーンなんだろうけど、ちょっとシュールで笑えてくるんですけどね。そこまでしたら、てかこれ何回よ。これもしかしたら2回3回だったらとしたら完全に浮いとるよね、今。足地面についてないよね。きたーんでもってからのまた追撃で来るパターン。決定機連打、決定機連打。これは、よし。はい、3点めっちゃ下がってるやん。侵食度高っ。あー、まだ見よる。めっちゃついてきてる。シキコさん自体もめっちゃついてきてる。あのゆっくり来るタイプに対してはもしかしたらキャンセルゲーこっち使った方がいいかもしれん。知らんけどそんな気がするわ。上位互換で、ね、さすがのさすがのミクラちゃんも主人公もミクラさんも30下がってしまった。39まで下がってしまった。どんだけやん。しきこさんどうしたん。しきこさん、しきこさんどこやったっけ。しきこさんくぼみのところや。しこいっあれどこやったっけ。くぼみどこやったっけ。こっちか。行き過ぎだ。来たー。しきこさんまだ出てきてないらしいですな。どう、出口は見つかった。見つかってないよ。ダメ、見つからないよ。それにキジモさん同じクラスの子が悪霊になっちゃった。そう、きっと私もここで死んじゃうんだ。うわあ、ミクラさん、ミクラさんあんだけ気丈だったのにさ、ここに来て死んじゃうんだって言葉聞きちゃったよ。産地下がったもんね。ミクラさん、これも私がダメなことだからこんなことになっちゃったのかな。そんなことないよ。え、なんか過去にあるんじゃ。私小学校からの友達がいたんだ。小林瑞穂、みっちゃんって呼んでた。みっちゃん、ありがちなあだ名やな。中学校に入ったら別々のクラスになっちゃった。よくあるやつ。高校は同じところに行こうって約束したんだけど、私バカだからみっちゃんと同じ高校に行けないかもしれない。あ、そうか、中学受験やんけん。むしろみっちゃんと一緒にいるところに行こうと頑張りようけど、それでもちょっと行けないかもしれないって不安なところなんだ。なるほど。だから放課後残って勉強してたんだけど、学校の掲示板でも叩かれて、みんなのことが怖くなって誰とも話せなくなっちゃった。ああ、ミクラさんもか。ミクラさん、村岡さんってみっちゃんとちょっと似てる。それさ、もうしきこさんからしたらどう思うよ。いきなり名前出されて、知らん人の名前出されて、その知らん人と似てるって言われたらさ、どんな心境かでどんな反応すればいいのだ。こんなに話せたのって久しぶりなんだ。木島さん、私と友達になりたいって言ってくれたのに死んじゃった。木島さん、いい？三倉さん、あなたは絶対に生きて帰って、そしてみんなに教えてあげて、しきこさんのことを。これ以上犠牲者を増やしちゃダメよ。村岡さん、ありがとう。でもさ、一つだけ言わせて、なんでいつの間にタメ口になったの。ロッカーは確か2組と3組あったはずです。いきなり敬語に戻った。今のタメ口なんだったんや。バケツの青い水は触ってはダメ。水道で捨ててください。ちょっと触ってなかった。大丈夫？頑張って。ミクラさん、うん、頑張るわ。ありがとう。なるほど。水には触っちゃダメなんや。それ水手に入れる前に言ってほしかったんやけどな、俺は。2組と3組か。おう、2組への道に。ちゃんと書いてくれとった。じゃあ3組で手に入れたんやな、灰の方が。さっき言ってほしかったんやけど。さっき言ってほしかったんですけどね。とりあえずこっち行けってか。来たー。あのゆっくり来るやつは来てほしくないな。早逃げろ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 、イエース、逃げたー。あっ、まだ来た、まだ来た。こいつら、お前ら付き合ってますっていうアピールはもういい。
あ、3時若干回復してるね。若干つか結構回復してるな。10何も回復してるよ。54 もう4をこっちの漢字の C にするやめください。6か下の方か。こっち行ってのこっちかな。あれ2組と3組あったはずですよ。あーあったあったな。このくぼみの部分じゃ、なんでくぼみなんだろうね。うわおーひい心臓も荒ぶってる。ハートビートってやつだ。よしで、これで多分またバケツが、うわーバケツはバケツはあ、しきこさんバケツないんすけど、心臓の方は。心臓はバケツに水につけとく必要なかったんや。逆になんで俳優をつけておかなんかだけだろ。もう漬物の気分か、あんた。これって心臓のパーツ、人体模型のパーツっぽい。これ持っていこう。よく触れるね。本物ではないとしても後ろまたおるね。後ろまた顔あるよね。君いつもいるよね。私の心臓返してみたいな感じかね。戻らなあかん。セーブしたいな。とりあえずパーツが手に入ったし、産地もちょっとずつ回復しようみたいな。やし、いい感じ。よう心臓のパーツ触れるよな。結構リアルに作られたんじゃないの、人体模型。どうなんだろう、最近の人体模型とか見たことないもんね。てか俺小学校の頃人体模型って学校になかったな。だからあんまり人体模型見慣れてない気がする。中学の時もなかったよな俺。なんでだろう、うちの学校。そんなこと言ってもしょうがないけど、どっちだったっけ。あれ、こっちか。人体模型あったんこっちか。おえらい道に迷ってしまったけど、水は捨てんでよし。おいしい、リアルやの。本当にリアルやの。てか、いつの間にか産地マックスのに戻っとるやないか。強いわ。本当に強いわ、この子。多分もう、すごい過去のことだと思っとるレベルなんだろうな。これまでの怖かったことが。はめよう。よっしゃー。パーツを集めてくれたのか。あ。俺の名前は平田隆。お前がこの学校に殺された生徒だ。マジで。殺された後人体模型に憑依して悪霊にならずに済んだんだ。よく憑依できたね君。何なの、生前そういうなんかオカルト的な研究とかしてたのか。憑依とかもう勘でできるようなことじゃないから憑依って。あなたが平田隆さん、書き置きに書いてあった。書き置きが役に立ったのか。よかった。いいやつじゃん。いいかい？よく聞いてくれ。この学校では悪霊の力で死と死の意味が入れ替えられているんだ。入れ替えられとったな。文字は入れ替えられとったけど、意味はね。つまりどういうこと？死は死ぬの意味に、死はただの数字の意味に置き換えられている。それで？意味はわかるかい？全然。死と死の入れ替わったクラス、1年4組を探すんだ。4組あったっけ？ 4 組あったっけな。4組あったんじゃん。じゃあそれと、なんかこの4組を入れ替えられたみたいな感じかな。きっと捜査機は出口に繋がっているはずだ。どうして1年4組が出口ってわかるの？死と死が入れ替わるルールは何かを隠すために作られたと気づいたんだ。すごいな、よくそんなに気づくよね。憑依にちょっと手一杯のところだと思うんやけど俺は。憑依されながらもそういうところに気づける君は何だい、大学生かい、東大生かい、東大目立ってるのかい。事実1年10組は存在し、その先には確かに出口があったんだ。だが俺は村岡式子を探しに引き返したんだ。いいやつやんお前、友達よってことかな。そして殺された。あ、でもミイラ取りがミイラになったんじゃ。そんなかわいそう。あなたはこれからどうするの。俺も村岡四季と同じで死んでいるんだ。君たちの世界にはもう帰れない。
当たり前だった次の日は生きている君たちにしか訪れないんだ。あなたは村岡四季子さんのことを知っているの？なぜ無言になる？村岡四季子は表紙でも目立たない新しい女子だった。クラスでも浮いた存在だったんだが、いつの間にかあの悪霊と入れ替わっていたんだ。本人じゃないんやな。悪霊と入れ替わった？俺のことは置いて早く行ってくれ。あ、そうか。そんで本人の方が壁に埋め込まれとんか。そうじゃ、四季子さん、そうだったわ。いいな、忘れるな。死の道を選ぶんだ。君だけでも生きて帰るんだ。文字だけ見たらすごい矛盾立ってるね。死の道を選んだら生きて帰れるって。頭がおかしくなりそうですよ。そして、この学校や悪霊のことは忘れるんだ。無理です。あ、忘れれそうや。この子だったら忘れれそうな気がするわ。だって3時から60もあるんだもん。マックスも戻ってるんだもん。忘れれそうだわ。そうだわ。そうやな。忘れれるな、この女の子だったら。多分さ、元の世界に帰って1時間で忘れるわ。もう1時間後だったらもう普通にスマホとか以上ってふんふんふんでツイッターやいやるわ。村岡さんがいたのは1年4組だったはず。あの教室に何かあるのかも。そうなん？とりあえず今回はセーブ。ああ、だからさ、あの4組におった件死んでるみたいな難しいことが関係ないことにします。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。人体模型はいいやつだった。人体模型、他の人体模型見たことないけど、人体模型は全員こんないいやつなのか。数字の4と死という漢字が入れ替えられるルール、それを知った時、脱出への道が切り開かれるのか。次のパートを見てほしい。どうか後ろは振り向かないように。